そしてヨッシーがまるでぬいぐるみのように可愛いコアラの赤ちゃんに会いにオーストラリアへ。そんな身軽じゃないのにそんなことしちゃうんだ。コアラのめったに見られない超可愛い瞬間とは。僕できたよ。激カワ動物、それはここオーストラリアにいる、じゃん、コアラ。早速会いに行ってみたいと思います。世界のアイドル、コアラの赤ちゃん大集合。やってきたのはオーストラリアにあるローンパインコアラサンクチュアリー。触ってもいい？あ、ふわふわ、超かわいい。やっぱぬいぐるみみたい。いや、そう、まるで動くぬいぐるみのようなコアラはオーストラリアにしか生息しないとても貴重な動物。今回は特別に抱っこさせてもらえることに。世界のアイドルと夢のコラボ、その抱き心地は。ほどかさないように静かにね。おとなしい、あったかい、かわいい。超貴重体験ですっかりコアラにメロメロなヨッシー。ここは130頭以上のコアラが暮らすコアラ飼育数世界一の動物園。実はこの8月から9月が1年で一番赤ちゃんコアラに出会えるシーズン。早速会いに行っちゃいましょう。いたー、かわいいコアラいっぱいいる。子供がいる。かわいい、やばい、超かわいい。お近づきの印に大好物のユーカリをプレゼント。ここ、あ、取られた。俺によこせ。ユーカリが好きなんだ。かわいい、むしゃむしゃ食べてるよ。あら、逆向きになってるけど、すっごいね、逆さ向きでご飯食べてるよ。なんかマイペースだな、みんな。全然あっちはのんびりゆっくり寝てるし。1日どのぐらい寝るんですか？だいたい18時間から20時間は寝てるわね。寝すぎでしょ。4時間しか起きてないってこと？しかも起きている間はほとんど食べてばかりよ。食っちゃねじゃん、まさに。コアラは栄養の少ないユーカリしか食べないため、極力余計なエネルギーを使わないようほぼ1日中寝ているのだ。この愛らしいのんびりした仕草も生きるためのエネルギー節約法というわけ。そんなコアラだが、実は意外にすばしっこいところも。いつも木の上にいるんですか？なんと赤ちゃんを抱えたまま見事なジャンプ。そんな身軽じゃないのにそんなことしちゃうんだ。地面に降りるともっと意外な姿を見せてくれるわよ。ならば実際に見せてもらおう。見たことない。お、あ、歩いた、結構早い。普段木の上で暮らすコアラにとって地面は危険がいっぱい。そのため木へ移動する時だけは素早く動くのだ。意外、早くてびっくり。もっとなんかのそのそ歩くのかと思った。意外な姿もたまらない。何をやっても可愛すぎるコアラでした。